ラピアッザ・ディ・セッティング・アーノ、ディレー・ミコ・シニョリーニー。1880セッティニャーノは、フィレンツェ市北東部にある旅行者に華麗な景観を与えている絵画的な集落である。その小さな町は、デジデイリオ・ダ・セッティニャーノや、ガンベリーニ兄弟、よく知られているベルナルド・ロッセッティーノなどのフィレンツェのルネサンスの異なる彫刻家の記事となった。若いミケランジェロが一人の彫刻家とその妻と共に、 セッティニアーノを訪れた、そこに彼の父親は大理石の採掘場を所有していた。1511年、バルトロメオ・アンマナーティという別の彫刻家が生まれた。多くの大理石採石場がセッティニアーノに存在することが多くの彫刻家がこの土地を出身地とする説明となる。町にはもっと前にこの地域に設置されたのであるが、セプティミウス・セウエルス時代に割り当てることができる。 ローマ時代の名残がある。セッティニアノは、フィレンツェのグエルフィにとって、夏の間の良い避暑地となった。ジョバンニ・ボッカッチョとニッコロ・トンマーゼオは、ここの涼しい空気、ブドウ畑とオリーブの小森、イタリア風の庭園の独特の風景を高く評価した。1898年に、ガブリエーレ・ダンヌンツィは、ビンラ・ポルツェンコーラにいる彼の愛人、エレオノ・ラデュゼにより近づくために、 セッティニャーの周辺にある14世紀のビッラデッラ、カッポンチーナを購入した。セッティニャーの付近には、18世紀の屋上庭園で、有名な14世紀のビッラガンベラヤや、より離れたベルナルド・ブレンソンが所有するビッライタッティ。今日では、ハーバード大学が経営する、美術史研究所がある。ありがとうございます。